メルウェデ運河は、オランダのユトレヒトとホルクムを結ぶ、全長 35km の運河のことである。途中、デック側と平面交差している。メルウェデ運河は、アムステルダムの東造船所地区からホルクムまでを結ぶ運河として1881年に計画され、1892年より、開作が開始された。 1825年に開作された既存の水路であるカルスファートの一部分を拡張してメルーエーデ運河に組み込んだコークも存在する。また、ユトレヒトからレック川との交差部のフレイスベイクまでは既存のバルタシー・リアン運河を、レック川交差部からホルクムまでは既存のゼーデリック運河を流用している。しかし、アムステルダムからユトレヒトまでは全く新しい運河として開作された。 1931年にはメルウェーデ運河より高規格のアムステルダムライン運河が計画され、1952年にはアムステルダムからユトレヒトまでの区間はアムステルダムライン運河の一部に組み込まれた。現在、ユトレヒトから南の部分が旧施設のまま残存しているのがこのメルウェーデ運河である。ユトレヒト付近詳細地図ユトレヒトからホルクムに向かって、 主な施設等を列挙する。ありがとうございます。